イアンツ優勝へあと2アウトです。2エンド2から5球目だ。セカンドライナー掴んだ。スローベースが入った。アウト。ダブルプレイ。試合終了。ジャイアンツ2シーズンぶり25回目の優勝になる。藤田監督ありがとう。コーチの皆さんご苦労様。そして選手の皆さん本当にありがとう。藤田監督の体が宙に舞います。73キロの体が横浜の夜空に舞います。藤田マジックの大フィナーレ、そうです、これが藤田マジックの実態なんです。監督を支えるて、て、て、世界一のマジシャンだって所詮手は2本です。それに比べて藤田マジックはこれだけの手を思う存分動かしてきたのです。優勝したいという選手の熱い思いをやる気という舞台に乗せて右に左に下から上へ選手たちの力を 120% 引き出してくれたのです。清志の胴上げです。清志が泣きながら宙に踊ります。お得泣きです。今年限りでユニフォームを脱ぐ清志にチームメイトの贈り物、いいなあ。ジャイアンツは野球の楽しさを教えてくれた清志、ありがとう。やや、今度はクロマティです。いいですね。ほら、こんなに喜んでいる。どうクロ、日本流の胴上げって素敵でしょう。優勝するなら何でもやる、そんな苦労に惚れました。苦労の万歳コールがどれほどファンを喜ばせてくれたことでしょう。さあ皆さんも一緒にどうぞ。これだけ会いたくてもう去年から我慢したんだから。そうですよね。もうこれを一日先週の思いでマスターでしょ。本当ですよ。もうこの日のためだけに皆さんと声高らかに乾杯しましょう。おめでとう、乾杯。この日のために、この夜のために選手たちは頑張ってきたんですよね。傷だらけの栄光、そう言えるかもしれません。牧原がいます。河合がいます。上田もいます。誰もが戦い、傷つき倒れても誰かがそれをカバーしてここまで来たんです。涙をビールの泡に隠して、男の喜びがじわじわと込み上げてきます。似合うね、苦労の鉢巻き姿。抱き合う中畑に思い残すことはもうないのでしょう。力いっぱい戦ってきた男たちの祝宴、思う存分やってください。そう、あれも横浜スタジアムでした。延長12回裏の2アウト、今夜は引き分けなんて思ってました。上田君ごめんね。だからライナーでレフトスタンドに白球が舞い込んだ時、おすげえ、やったー、飛び跳ねてしまったんです。そして胸が締め付けられるシーンが待っていたんですよね。巨人ファンでよかったな。あの時は泣くつもりは全然なかったんですよ。で帰ってきたらもうベンチがあったかいんですよ。でいつも僕がやるのをみんながやってもらいまして、それがなんかホームラン打った以上に嬉しくて、で急に泣けてきたんですけどね、うん、でも随分2軍では悔し涙を流したでしょ。そうですね、あんまし泣くの好きじゃないんで、あの人前ではと思ってたんですけども、まあファームの時、ね、4年間苦労してやっと5年目でっていう気持ちは強かったですから、まあいいシーズンだったですね、うん。高校野球のように巨人の選手たちは感動の涙を流しました。宮本が胴上げ投手になるなんて一体誰が予想したでしょう。去年は肘を痛めボールが投げられない投手だったのです。だからライバル広島の、それも大野と投げ合ってプロ入り初完封をした時、インタビューは涙だったのです。それを自宅で見たゆかり夫人も涙涙。二人だけが知っている、それは長い長い戦いの道のりだったのです。復活を目指し黙々と鍛えていた二軍の春でした。11月8日かな、あのロサンゼルスの病院に入っていったのは。はい、そうです、ね、はい、麻酔もどうせかけられるんでしょ。そうですね、全身麻酔で、うん、はい、あの受ける前っていうのはどうだったんですか。
そうですね、もうその時はもう肘の状態 もう最悪だったし、まあ、ここはもう全てでジョーブ先生に任せようっていう感じで、もう肘痛めて長かったですからね、だからもう治らなくてもいいっていう、まあ、そういうことはないんですけど もう半分もう諦めっていう感じで、もう思い切って手術させてもらったんですけどね。勝ったら感無量でしょう。そうですね、なんかその日をなんか想像するとなんか怖いですけどね、うん、なんか自分が乱れるんじゃないかなと思って、はい、夢にまで見た一軍のマウンドに胴上げ投手が待っていたなんて、神様はずっと宮本を見守っていてくれたんですよね。ボールを投げられないピッチャー、走れない野手、戦うんです。猛烈に戦って東京ドームに帰ってくるんです。待ってたよ、お帰りなさい吉村君。一軍のドーム練習に415日ぶりに参加したのが8月25日、そして30日、日本シリーズ出場を睨んで支配下選手の登録、9月1日首脳陣が一軍登録を決めて今日ベンチ入りであります。ネット裏にご両親、大きい拍手がスタンドからレフトから三塁側からも沸きました。1年2ヶ月7月6日あの札幌以来のバッターボックスであります。僕もまあ怪我してる時にね、ずっとああいう場面っていうか、復帰した時にはすごく、いっぱいファンの人たちからね声援もらえると思って、そういうのばっかり夢見てきたし、でまあ出た時本当もう歓声に自分で酔ってしまったような感じで、走っているんです、風を切って走っているんです。胸が締め付けられて痛いくらいです。どれほどの努力とどれほどの、野球やめちゃおうと思ったことある？いや、やめようとは思わなかったですけども、できなくなんじゃないかなっていうそういう不安っていうのは常にあったですから、まあ、そういう中で激励してもらって、また週刊誌なんかでね、あの記事を書いていただきまして、そういうのを逆にこう励みにして頑張れたんでね、とにかくもう一回野球やりたいっていう一心で、やってきたんで、本当今はもう目いっぱいやりたいなっていう感じですね。前の人たちからねすごくこう気遣ってもらうのはありがたいんですけども、僕の気持ちとしてはもう本当に足のせいにしてほしくないですね。打てないとか取れないっていうのはもう結局もう自分の技術的なもんであって、足が悪いから仕方ないとかそういう見方だけは本当にしてほしくないし、自分の的に範囲の目いっぱいのプレーをやっぱり心がけたいんでね、どんどんそういうのは、やじっていただいて結構だと思います。口ではあっさり423日ぶりと片付けてしまいます。しかし長い苦しい道のりでした。担架で運ばれたロサンゼルスのセンチネラ病院、佐伯なんてとても。そんなどん底から這い上がってきたのは野球への限りない愛着、好きで好きでたまらない野球への思いが奇跡を生んだに違いありません。流れる汗の量は吉村だけが知っています。ファンの励ましが奇跡への階段を一歩一歩東京ドームへ押し上げてくれました。